4月17日火曜日です。 FM916 AM1134 ラジコラジコプレミアムで今日もお仕事中の方、病気ご療養中の方、どうぞお付き合いください。文化放送国丸ジャパン、きまみです。おはようございます、野村国丸です。おはようございます、鈴木純子です。火曜日のコメンテーターは総理総合研究所エコノミスト吉崎達彦さんです。はい、おはようございます、よろしくお願いいたします。ちょっと今お天気が下り坂で寒いなと思ったんですけど、今この時間で浜松市13.5度ぐらいですね。日中も昨日より3度から5度くらい低くなって、3月下旬から4月上旬並みの陽気、春先の服装でコートなどもお召しになってくださいね。その通り、今日ちょっと厚めのコート着てきましたけどね、はい、でもこの週末を楽しみにしてるんです ね。夏日どころがひょっとして真夏日になっちゃうんじゃないかっていうような話もあるぐらいですね。木曜日から天気回復して気温がぐんぐん上がってきます。金曜日は25度の夏日、土曜日27度、そして東京都心日曜日は29度で熊谷30度の予想になってます。どうします、着るもん。着るもん悩ましいです。もう週末半袖ですね。半袖ですね、まあ、お休みの方は半袖 T シャツに短パンっていう、それが似合うのかもしれません。はい、さて、今日の10時台11時台極みシアターのお客様をご案内いたします。はい、NPO 法人日本子守歌協会理事長で、劇作家井上久志さんの元奥様、西舘芳子さんをお迎えします。ここに本が一冊あります。家族戦争という本で西舘芳子さんが、お書きになった本、幻冬舎から発売されています。表紙にうちよりひどい家はない、西舘芳子家族戦争という、元夫井上久志との凄まじくも濃密な後悔だらけの人生、失敗から家族の本質が見えてくるということ で、あの裏表紙見てみますと、娘さんが3人いて、近くのこうなんか散歩道ですね、こう畑かな、家族を撮っている井上久志さんの写真で、真ん中に西舘芳子さんがいる、まあ、本当に仲睦まじい家族だったんですが、その裏側にはとんでもないことが起こっていたという、ちなみに、井上久志さん、お亡くなりになりましても、その残された著作、それから戯曲、これはあの日本国内だけではなくて海外からも高く評価されている。まあ、あの旅立たれてからまだ日にちはそれほど月日は経ってませんが、もう今や文豪とも言われているんですが、その裏にあったある意味狂気に近いような暮らしぶりで、そこで西舘芳子さんが、まあ、奥様として支えていて、劇団小松座という劇団も立ち上げたんですが、お金のことは一切西舘さんがやっていて、その後いろんな誤解が生じて家庭内暴力、ドメスティックバイオレンス DV が生まれたり、その DV も今だったらこれ完璧犯罪ですね、これおそらくね、にひどい DV もあったりとかしました。ただね、面白いんです、あのこの本の巻末、今日もネタバラしちゃいますが、あのそういうとんでもない日々があった中で、今井上久志さんが旅立たれて夢の中に昔の暮らしが出てきたりとかすることがあって、もし今生きてたら、あのこんなことを書かせてみたいなとか、いろんな思いがこう蘇ってくるって、わかんないです夫婦ってもんはねえ。後ほどあの子守歌の話を入り口にしないと、はい、あまりにもちょっと迫力ありすぎる話が多いので、まあ、子守歌協会の話から、今度はその、家族戦争の話、そして今のご心境をね、西舘芳子さんに伺います。あの当時離婚された当時は週刊誌ワイドショーからものすごいバッシングがあって、悪女の典型のように言われていたんですが、その辺の話、ご自身はどう思っていたのかも伺います。で、今日のメールファックスのテーマ、我が家の家族戦争です。リスナーの皆さんからはメールファックス、こんなことがきっかけで大喧嘩になりましたですとか、うちにはこれを破ったら離婚という掟がありますなど、我が家の家族戦争というテーマでメールファックスを寄せください。まあ、あの
一つの家族にはいろんな事情があって、夫と妻がいて、まあ、そこにまあお子さんがいらっしゃれば、お子さんもいろんなことがあったりする、家中がもうとんでもない状況になったりすることもあるかもしれませんが、私一番最初に味わった家族戦争っていうのは、私一人っ子ですね、うん、で親父とおふくろの凄まじい夫婦喧嘩っていうのがあって、あのこの派手な夫婦喧嘩じゃなくて、暗くて重い夫婦喧嘩ってのがあったんですね。当時親父が野村という名前で、南海ホークスの4番でキャッチャーの野村克也さんを信奉してたんですね、大ファンだ。当時 NHK も中継やってたんですが、それは東映戦だったかなんかでボロ負けした時に、なんかおふくろの機嫌が悪かったんでしょう。野村なんてひどいよね、打てないんだって、とってもう親父がブチ切れて、で物を投げるとか一切しなくて、それから冷たい戦争ですよ。え、口聞かないんだもん、家の中暗いですよ、俺一人だし、ええ、あ、一人っ子はそういう時に、一人っ子でずっと、それもね2週間ぐらい続いたんです。結構執念深いですね。執念深い、親父もおふくろも、でどうやって雪解けしたか覚えてませんけど、あれは子供にとっては未だに思い出すぐらい辛かったですね。ええ、相談する兄弟がねいないですもんね、うん、ええ、で最終的にはね、なんか親父がうなぎ食べて喉に骨が刺さったんですそれを女房であるおふくろがいやいや病院に付き添って、それが雪解けのきっかけになったっていう、些細なことで始まって、些細なことでこう雪解けするのかなとは思うんですけども、うん、まあ、そういうようなこともあると思いますし、まあこれはあのね、放送で、うん、でもこのこと書いたら楽になるかもしれないわ、うんうん、かもしれないな、ね、超匿名で結構です、絶対匿名え結構でございますので、どうぞお寄せいただければと思います。些細なことでも結構です、はい、家族戦争、お子さんのこととかね、姑、小姑、いろいろだと思います、はい、我が家の家族戦争、ファックスで送ってくださる方は03-5403-1151、 5403-1151、メールは japan@joqr.net、japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方には、国丸ジャパン極み番組特製ステッカーをお送りします。そしてファックスメールをいただいたすべての方の中から、お一人の方には塩釜おでん缶を2個セットにしてプレゼントします。今朝の鉄道の情報です。 JR 中央総武各駅停車は、秋葉原駅での安全確認の影響で、三鷹方面行き列車に一部10分程度の遅れが出ています。また東急田園都市線は、多摩プラザ駅での救護活動の影響で、上り線で最大10分程度の遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。今週はスペシャルウィークです。国丸ジャパン極みでは、豪華おいしいものを毎日プレゼント。今日火曜日はメロン王国茨城から、完熟メロンをたっぷり使ったメロンバーム、メロンのバームクーヘンを、番組宛てにファックスメールいただいた方の中から10名様にプレゼント。プレゼントご希望の方は、ファックスメールにメロンバーム希望とお書き添えください。詳しくは9時50分頃からお伝えします。国丸ジャパン極み、今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン、吉崎さん、今日は、はい、この後行われます、日米首脳会談、どんな風になるのか、これを語ってみたいと思います。お願いします。そして10時台11時台の極みシアター、今回のスペシャルウィークはザ・グレイテストウーマンということで、各界を代表する女性ゲストに連日登場していただきます。今日は西舘芳子さんにお話を伺います。そしてもちろん今回も実施します、極みシアターのコーナーで印象的だった話題やキーワードをクイズにして、正解すれば現金1万円をプレゼント。エントリーの方法など詳しくは11時の時報の後にお知らせします。そして11時過ぎからは、リニューアルした太田秀明の外中継虎の穴、太田秀明アナウンサーならではの恥ずかしながらもすごい神業インタビューに挑戦、育成の現場に立ち会う2人の若手女子アナウンサーの度肝を抜いてくれます。神業を見せてくれるのか、手たらくに終わるのか、はい、太田秀明アナウンス部長の保険に関わる今日の外中継です ね、ご期待ください。12時7分からの5つの極み、火曜日スポーツ情熱列島は、野球解説者の西本隆さんをお迎えして、本当に大丈夫か今年の巨人というテーマで話を伺います。大丈夫じゃないと思うな、ちょっとね、まあまあ国丸ジャパン極み、午後1時までの生放送です。 FM916 AM1134 でお楽しみください。最初のコーナーは深読みジャパンです。
4月17日火曜日です。時刻は9時12分です。文化放送、国丸ジャパン、極み、深読みジャパン、火曜日のコメンテーターは、双日総合研究所エコノミスト、吉崎達彦さんです。このニュースから行きましょう。安倍総理大臣は、アメリカのトランプ大統領と会談するため、トランプ大統領の別荘があるフロリダ州に向けて、今日羽田空港を出発します。日本政府関係者によりますと、安倍総理は会談で、二国間の貿易など通商問題を話し合う新たな対話の枠組みを提案する方向で調整に入りました。トランプ大統領の TPP、環太平洋経済連携協定への復帰検討指示を踏まえた対応で、新たな枠組みを復帰への呼び水にしたい考えがあるとみられます。また、今後の韓国と北朝鮮の南北首脳会談や米朝首脳会談を見据え、安倍総理はトランプ大統領と北朝鮮の核・ミサイル開発放棄をめぐる対処方針についてもすり合わせる方向です。安倍総理はトランプ大統領の別荘に日本時間明日未明に到着し、2日間にわたって会談するほか、一緒にゴルフをすることも検討しています。どうしてもメディア的にはゴルフってところに飛びついちゃうんですけど、はっきり言ってね、ゴルフがあれば成功ですね。ゴルフがあれば成功。ゴルフ内容だったらちょっとこれやべえって感じだと思いますね。どういうことですか？いや、これ6回目の首脳会談なんですよ。うん、トランプ政権でまだ昨年の1月に発足して、まあ1年と3ヶ月ぐらいしか経ってないんですが、この間に日米首脳会談って5回やってる。はい。それで、今度は6回目なんだけど、今までで一番難しい首脳会談になる。はい。で、ここで3回目のゴルフをやれるようであれば、またちょっとお互いの2人のいい感じって戻ってくるんで、それであればまあ、あんまりややこしい話にはならないでしょうと。だって、今週ね、平日ゴルフですよ。はい。だって、前回の2月10日11日に、フロリダで日米首脳会談やった時は、本当は首脳会談はワシントンでやって、週末フロリダに移ってきて、マーアラゴっていう別荘でゴルフやったわけなんですけど、今回、最初から平日なのにマーアラゴなんですよ。別荘で。別荘で、はい、安倍さんを待ってるわけ。はい。ゴルフやらない。って不自然じゃないですか。そもそもがね。そもそもが。うん、だから、本当はやりたいんでしょうね。うんうん、でも、ちょっとこう、感情のもつれが、トランプさんにあったりとかすると、やらない可能性もある。そうそう、やっぱりね、険悪になる可能性十分ありますからね。これ日本はでも今、現時点では言うことを言わないとダメですよね。はい、いや、もちろんもちろん。前回の、昨年のその、2月にフロリダでやった時って、はい、そのゴルフでやった時どういう状況だったかっていうと、完全に二人になっちゃう。はい。んですって。で、カートを、トランプ大統領が運転して、その隣に安倍さんが乗ってると。うん、で、外務省の通訳の人がそのカートの後ろ側にこれ掴んで、うんうん、それ二人乗りのカートだから、うん、もうそれで、かろうじて二人きりになるのを避けたっていう、うん、そのくらいの感じになってるらしいんですよ。うんうん、ってことはね、二人で何話してるかっていうと、うん、結構、もう機微にわたる話をどうもしてるらしくて、うん、いや、それこそ、お前、平壌行ったことあるんだろうと、うん、どんな感じだったみたいな話を、うん、どうも二人で、あの時はやってたらしいんです。うんうんうん、だから、今度もですね、まあ、そういう同じような状況に持ち込めればですね、うん、本当の話、お前、中国のことどう思ってんだよってな話が多分できるはずなんですよね。うん、お互いがね、どう思ってんだ。そう。で、ただ、それにならなかった。ですね。ちょっとやっぱ話もうまくいってないという、うん、まあ、そういう見立てができるんじゃないですかね。ただ抱えてる、吉田さんおっしゃる通り、抱えてる問題いっぱいあるし、まあトランプさんは好き放題にツイッターでボン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 いろんなこと言ってるんだけど、それにいちいち、あれはどういうこと、これはどういうことって聞いてたらもうキリがないとは思うんですけど、そうそうそう、まず一番最初に日本が言うべきことは何ですか？まあ、まず北朝鮮ですね。うん、で、まあ、北朝鮮の問題はただ、もうお互いに言うべきことはもうほとんど分かってて、うん、日本側からのお願いリストっていうと、うん、まず核廃棄ですよね。はい、それから、まあ、拉致問題もこれを言わなきゃいけないんですが、私、それよりも一番難しいのは中短距離ミサイル。うん、この問題を、ちゃんと扱ってくれよと、うん。長距離ミサイルだけ開発止めたら、それでアメリカは OK だけど、日本の脅威って全然、はい、解決しない、はい。それで米朝で妥結されるのが一番日本としては怖いんで、うん、それきちんとやってね、と、うん、で。ただそれはね、アメリカファーストの原則からいくと、
悪いけど俺そこまで面倒見切られないわって言われちゃう恐れがある、うん、そこが一番ですね。もうちょっとこう突っ込んで言うと、はいはい、多分北朝鮮はその韓国に駐留して在韓米軍、はいはい、これを段階的に撤退してくれないかってことを、うんうん、まあおそらく、うん、もう今もう事務レベルぐらいの地下では話をしてるんじゃないか、はいはい、でそのアメリカがそれを飲むかどうかはまたわからないけど、はい、アメリカがすると大陸間弾道弾をまずやめちまえと、そうそうそう、うん、でだったら少しずつこう削減していくよって話に具体的になるんじゃないかとも言われてますけども、どうその時にノドンとかテポドンとか、あの北朝鮮が持ってる中短距離のミサイルがそのまま残っちゃうと、はい、でそれもどうかすると核搭載能力ができるかもしれなくて、はいはい、そうするとあの我々結構、うん、あの冷や汗たらたらの状態で放置されちゃうんで、うん、それで米朝が、うん、あのディールされちゃうのがこれ日本にとって一番まずいシナリオなんで、それをトランプさんに、うん、長距離もダメよ、うんうん、中距離も短距離もダメよって言ってくれよなと、そう我々を置き去りにして自分だけ安全地点に行くってそれは勘弁よって、うん、それがね一番難しい、そう現地を取らなきゃダメですよね。そうなんそうなんです、トランプから OK だと、うん、分かったし、お前のことは忘れちゃいねえよと、うんうん、と言ってもらわなきゃいけないんです、うん、まず第一これ大きいですね。そうこれがでもね、うん、まあトランプさんの側からするとあのめんどくさくなった時にまあいいやってなっちゃわないかって、そこが一番心配ポイントですよね。現地を与えるかどうか、うん、そうそうそう、でもこれ取らなきゃダメですよね、日本の脅威がずっと続くわけだから、うん、そうなんです、うん、まあ、続いてで、まあ、そっちは、北朝鮮の問題はかなりもあの論点見えてるんですが、はい、訳が分かんないのが貿易、通商問題ですね、二国間の貿易、あの見えてる問題でいうとあの鉄鋼アルミ追加関税の問題があって、はい、日本の、まあ、鉄鋼輸出に対して、まあ、今追加関税が課せられている、うん、これなんとかしてよと、うん、だってこれおかしいじゃないか、安全保障上の理由で、うん、あの課税すると言ってんだけど、うん、そもそも俺たち同盟国じゃねえかと、うん、でそれからあの日本からアメリカに行ってる鉄ってほとんどこれ大体不可能な高性能製品ばっかりなんで、うん、結局オタクの消費者が損するだけよっていう、うん、まあいろいろねじ込み方はあるんですが、うん、問題はですね、これを迂闊に言い出すと、うん、分かったと、じゃあ日米 FTA 二国間でやろうかっていう話になるかもしれないと、うん、でそうかと思うとこの間突然 TPP 復帰を、の検討を指示したとか。うん、って言ってるわけですよね。わけわからない。わかんないですね。わけわかんない。わけわかんないんだけど、まあ私はあの TPP 復帰はあれはただのリップサービスで、うん、あれはあのアメリカのあの中西部農業州からやっぱ相当苦情が来てんですよ。と、はい、いうのはもうこの番組でも何度も説明してますけど、日本はもう、オーストラリア産牛肉とかの関税はもうどんどん今下げモード。はい、になってまして、うん、これにカナダ、ニュージーランド、うん、あの TPP 加盟国も全部これ入ってきますんで、うん、このまま放っとくとアメリカ産の、牛肉関税だけが高止まりして他がどんどん安くなってくんで、うん、これはもう畜産団体から見るともう気が気じゃないんです、うん、早く TPP 入ってよって、うん、で今回やっぱ中間選挙のことを考えると農業省の動向って無視できなくて、うん、まあ、そこで、ああいうことを言ったのかなと思うんですね。リップサービスですか。本気じゃないかと。本気じゃないと思います。うん、で、真面目な話ですね。まあ、あの話が出た時に結構喜んでる人はいたんですけど、うん、多少なりとも交渉のことをよく知ってる人であればですね、うん、そんなに喜べる話でもないんです、あれは。うん、っていうのは、もう今すでに、批准のプロセスに入っちゃってますんで、11カ国はもう、これ日本も含めて早くこれ国会で TPP11 の協定通さなきゃいけない、はい、で日本もこの国会中に通すと言ってるんですけども、うん、もう国会がもうわけわかんないことになってるんで、うん、大丈夫かなっていう今そんな感じなわけですね、うんうん、まあ、11カ国のうち6カ国で批准がされれば、うん、まあ、発行するわけなんですが、どう考えても来年の春ぐらいだねって言われてる。で、うん、この間にですね、アメリカが、おお、俺戻ってきたからな、よろしくって言われてもね、
勘弁してよ。一からやり直そうぜってわけにはいかないですね。そうなんですね。しかもね、アメリカが入ってた時の条件よりも、うん、アメリカがうるさいこと言ってた案件全部20箇条外して、うん、TPP11 っていう新しいのを作ってて、うん、まあだから日本の国会通すのは楽なんです。うん、だって去年通した TPP の協定より明らかに緩い内容になってるんで、うん、これ、時間さえ、確保できれば絶対通る。という内容なんですね、うん、でただアメリカが戻ってくるならまたうるさいこといろいろ言うわけ、うん、例えば、著作権を、の死後50年から70年にしろとか、はいはい、バイオ医薬品の、著作権の保護とか、うん、でそのオーストラリアとかカナダとかもそれだけは勘弁してって言ってもうやめちゃったやつを復活させるって話になって、うんうん、でさらにトランプさんはさらに良くなれば、うん、戻ってやってもいいっていうことを言ってるわけなんですけど、はっきり言ってまず最初に一言お詫びから来いよ。いろいろねご迷惑をおかけしましたけども、そうそうそう、だから要するにフロマンさんというアメリカの通商代表がいて、うん、はいはい、日本甘利さんが窓口だったわけですね、カウンターパートナーで、うん、この二人でやり合ったっていうのはとにかくアメリカのゴリ押しに対して日本がどんだけ我慢できるか、うん、最後はなんか甘利さんがぶち切れたって話も通商会議ではあったという話なんですが、でもその中で舞台から勝手にアメリカは去っていったわけだから、うん、12カ国で始まるはずが11カ国、うん、もうこれでいいよ、うん、うるせえ大親分はもう向こうに置いとこうっていうことで、まあ、なってるんですけど、うん、で今回、うん、この通商問題、うん、貿易問題に関しては、はい、安倍総理と一緒に同行されているのが経済産業省の審議官である、はい、柳瀬忠夫さん。柳瀬さんね、まあ、家中の人ですよね。まさに総理秘書官を務めていた時の首相案件うんぬんという発言があったかないかと言われている家中の人が今回、はい、まあ通商担当ということで大事なポストとして言ってるわけです。これが仕事ですからですね。たまたま今昨日貢献っていう雑誌、公の研究って書いて、貢献っていうんですけどね、はい、その雑誌が昨日たまたま私の手元に届いて、パッと見たら柳瀬さんのインタビューが載ってて、これ4月8日発行で、公益産業研究調査会という、電力関係の企業とかそういうところがこういろいろお金を出しているところで、公の研究、ただこの本を見てみますと、最近の通商政策と今後の方向性という、3月の6日に東京のホテルにおきまして行われたセミナー、まあ講演会ですよね、ほとんどね、これに柳瀬忠夫さんが、まあ、要するにスピーカーとしてもう出ているわけなんですが、うんうん、ちょっとこう拝見して、なんか出てこないかな、なんか出てこないかな、ちょっと出てこないかな、当然何も出てきません。これ盛りかけ関係は何も言ってません。何も言ってません。はいはい、その中で、まあ、今後の日本とアメリカ、うん、それから世界と日本のこの通商問題の課題とか、うんうん、自分、ご自身なりの考え方っていうのをこう言ってるんですが、例えばそのアメリカの TPP へのスタンスっていうことで、うん、これは柳瀬さんどんなことをおっしゃってるかっていうと、うん、トランプ流の受け止め方があるんですよと、うんうんうん、トランプ大統領はアメリカが TPP に入ってほしいと思う国があるなら提案を持ってきたら考えてあげてもいいという言い方もしている。これはいかにもトランプ流で、なかなか日本人の感覚からは理解するのが難しいところがある。つまり、あなたは何を改善したいんですかと聞いたら、それはお前が考えて持ってこいよという発想なのではないかと思うという、まあね、まさにトランプさんを言い当ててみようという、まあジャイアンですね、一言で言うとね、ですよね、まあアメリカの元々の考え方としては、アメリカさえ抜ければあとはもう運産無償するだろうと思ってた、うん、でところが11カ国でまとまられちゃったんで、うん、牛肉関税の問題なんかが生じちゃったわけなんですね、うん、でただこれ実際に貿易データ見るとですね、昨年に2017年の、アメリカ、日本の対米、畜産輸入ってすごく伸びてるんですよ、はい、だから関税で不利になっても、うん、アメ牛って結構競争力あるんですね、はいはい、だから数量で 10%、 金額で 16% ぐらい、うん、昨年1年で4000億ぐらい輸入してる。伸びてますね。そうなんだから、うん、てっきりもう豪州牛が伸びて、うん、アメリカ牛はやられてるのかと思ったので、うん、結構売れてんですよね、うん、だからそんなにね、細かく見ていくとね、うん、そんなに一方的にやられるような話じゃないし、
まあ、もともと日米の貿易不均衡ってのはものすごくでかくて、日本側の輸出が15兆円で、輸入が8兆円っていう、もうトランプさんが聞いたらもう激怒するような、もうそういう構造。アメリカの大貿易赤字なわけですね。そうなんです。で、まあまあだからおっしゃる、まあそれ言われたらね、いや全くおっしゃる通りなんだけど、ただ細かく見てきゃね、例えば日本ってEU からの車はね、年間1兆円買ったんですよ。アメ車どのくらい買ってると思います？まあ、ヨーロッパ車多いですよね。まあ、900億円ですよ。だから、なんで EU から27万台買ってる車が、買ってる日本がね、アメ車1万8000台なんだと。どっかおかしいんじゃないのっていう。まあ、そういう話はね、やればいくらでもできるんです。まあ、だから、今回ちょっとまあ、ペンスさんと麻生さんの枠組み、これもどうにもならんと、ただの時間稼ぎだろうっていうふうに見られちゃってるんで、まあ、それをまあ、ライトハイザーさんと、まあ、例えば日本側は、これ、世耕さんじゃなくて、経済経産大臣ではなくて、経済産業再生担当大臣の、茂木さんでやる、もうちょっと実務的にやる、はい、まあそういったところで仕切り直しにするみたいなことを言い出すんじゃないかと思います。まあ、いずれにしますと厳しい、まあ、交渉にはなるでしょうけど、とにかく一番最初冒頭にお話ししていただいた大陸間弾道弾はやめてね、あとはいいやって、それじゃダメだよと。そこはね、本当ね、我々にとっても一番のもう、重要なポイントで、で、安保と経済をね、もうディールには絶対しちゃいけないんだけれども、あまりにもね、そこのところが日本にとっては重たい。ですよね。ユスフさんもこれたまにお書き寄稿されるこの貢献という、はい、まあ、小冊子なんですが、今時珍しい雑誌ですよ。まあ、学者さんもお書きになってるし、経営者もいろんなことをお書きになっていて、非常に範囲も幅広いんですが、この中で気になった最近の通商政策と今後の方向性という、柳瀬忠夫経済産業省審議官、元総理秘書官、柳瀬忠夫さんがこう述べていることをちょっと一応ざーっと目を通して見たんですね。雑念を忘れて、一人の経産閣僚として、読ませていただくと、まあ、私はよくわからないところも随分ありますが、正直言って優秀ですよね。いやいや本当ですよ。彼非常に能力高いですよ。それが秘書官やったばっかりにって、私はつい思っちゃうぐらいに記憶にある限り合ってないっていう。いつも言いますよね、その記憶にある限りってところが、まあ、要は大人の事情の発言をされてるんだと思います。ですよね。だから公役人っていうとね、特に高級官僚になってくると、まあ、総理秘書官ってのは別に安倍政権だけじゃなくて、まあ、民主党政権の時もいたわけですよね。現在の理財局長の太田さんもその野田さんの秘書官やってたんだけど、そういうような使い方っていうのはいろいろあるにしても、この貢献に出てる柳瀬忠夫さんの通商関係の講演を見るにつけ、秘書官やんなかったらあんたは優秀な経産閣僚、官僚なのになってちょっと残念な感じもしちゃうぐらい。まあね、そうですね。これ今週土曜日って桜を見る会なんですよね。観音会か、じゃなくて。総理主催の。総理の桜を見る会。新宿御苑でやるやつ。まあ、果たして、そのアメリカから帰ってきた、安倍さんね、どんな形で、あれ1万人ぐらいのお客招きますんで、どんな、多分土曜日いい天気なんですよね。半袖の日和の新宿御苑で、どんな、状態で、戻ってくるか。なかなか表情はね。表情は。はい。火曜日の深読みジャパン、コメンテーターは総実総合研究所エコノミスト、吉崎達彦さんでした。来週もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。言うべきことは何ですか？まあ、まず北朝鮮ですね。で、まあ、北朝鮮の問題はただ、もうお互いに言うべきことはもうほとんど分かってて、日本側からのお願いリストっていうと、まず核廃棄ですよね。はい、それから、まあ、拉致問題もこれを言わなきゃいけないんですが、私、それよりも一番難しいのは中短距離ミサイル。この問題を、ちゃんと扱ってくれよと、長距離ミサイルだけ開発止めたらそれでアメリカは OK だけど日本の脅威って全然、解決しない、それで米朝で妥結されるのが一番日本としては怖いんで、それきちんとやってねと、でただそれはねアメリカファーストの原則からいくと
悪いけど俺そこまで面倒見切られないわって言われちゃう恐れがある、うんうん、そこが一番ですね。もうちょっとこう突っ込んで言うと、はいはい、多分北朝鮮はその韓国に駐留している在韓米軍、はいはい、これを段階的に撤退してくれないかってことを、うんうん、まあおそらく、うん、もう今もう事務レベルぐらいの地下では話をしてるんじゃないか、はいはい、でそのアメリカがそれを飲むかどうかはまたわからないけど、うん、アメリカがすると大陸間弾道弾をまずやめちまえと、そうそうそう、うん、でだったら少しずつこう削減していくよって話に具体的になるんじゃないかとも言われてますけども、どうその時にノドンとかテポドンとか、あの北朝鮮が持ってる中短距離のミサイルがそのまま残っちゃうと、はい、でそれもどうかすると核搭載能力ができるかもしれなくて、はいはい、そうするとあの我々結構、うん、あの冷や汗たらたらの状態で放置されちゃうん で、ね、うん、それで米朝が、うん、あのディールされちゃうのがこれ日本にとって一番まずいシナリオなんで、それをトランプさんに、うん、長距離もダメよ、うんうん、中距離も短距離もダメよって言ってくれよなと、そう我々を置き去りにして自分だけ安全地帯に行くってそれは勘弁よ、うんうん、それがね、一番難しい。そう、現地を取らなきゃダメですよね。そうなん、そうなんです。トランプから OK だと。うん。分かったし。お前のことは忘れちゃいねえよと、うん。と言ってもらわなきゃいけないんです。うん、まず第一、これ大きいですね。そう。そうこれがでもね、まあ、トランプさんの側からすると、あの、めんどくさくなった時に、まあ、いいやってなっちゃわないかって、そこが一番心配。ポイントですよね、現地を与えるかどうか、うん、そうそうそう、でもこれ取らなきゃダメですよね、日本の脅威がずっと続くわけだから、うん、そうなんそうなんです、うん、まあ、続いてで、まあ、そっちは、北朝鮮の問題はかなりもあの論点見えてるんですが、はい、訳が分かんないのが貿易通商問題ですね、二国間の貿易、あの見えてる問題でいうと、あの鉄鋼アルミ追加関税の問題があって、はい、日本の、まあ、鉄鋼輸出に対して、まあ、今追加関税が課せられている、うん、これなんとかしてよと、うん、だってこれおかしいじゃないか、安全保障上の理由で、うん、あの課税すると言ってんだけど、うん、そもそも俺たち同盟国じゃねえかと、うん、でそれからあの日本からアメリカに行ってる鉄ってほとんどこれ代替不可能な高性能製品ばっかりなんで、うん、結局オタクの消費者が損するだけよっていう、うん、まあいろいろねじ込み方はあるんですが、うん、問題はですね、これを迂闊に言い出すと、うん、分かったと、じゃあ日米 FTA 二国間でやろうかっていう話になるかもしれないと、うん、でそうかと思うとこの間突然 TPP 復帰を、の検討を指示したとかって言ってるわけですよね、うん、わけわからない、わかんないですね、わけわかんない、わけわかんないんだけど、まあ、私はあの TPP 復帰はあれはただのリップサービスで、うん、あれはあのアメリカ の中西部農業州から相当苦情が来てんですよ、はい、うん、というのはもうこの番組でも何度も説明してますけど、日本はもう、オーストラリア産牛肉とかの関税はもうどんどん今下げモードになってまして、はい、うん、これにカナダ、ニュージーランド、うん、あの TPP 加盟国も全部これ入ってきますんで、うん、このままほっとくとアメリカ産の、牛肉関税だけが高止まりして他がどんどん安くなってるんで、うん、これはもう畜産団体から見るともう気が気じゃないんです、うん、早く TPP 入ってよ、うん、で今回やっぱ中間選挙のことを考えると農業省の動向って無視できなくて、うん、まあ、そこで、ああいうことを言ったのかなと思うんですね。リップサービスですか。本気じゃないかと。本気じゃないと思います。で、真面目な話ですね。まあ、あの話が出た時に結構喜んでる人はいたんですけど、うん、多少なりとも交渉のことをよく知ってる人であればですね。うん、話を伺います。じゃないと思うな、うん、ちょっとね。まあまあ。国丸ジャパン極み、午後1時までの生放送です。FM916、AM1134 でお楽しみください。最初のコーナーは深読みジャパンです。4月17日火曜日です。時刻は9時12分です。文化放送国丸ジャパン極み、深読みジャパン、火曜日のコメンテーターは総実総合研究所エコノミスト吉崎達彦さんです、はい、このニュースからいきましょう。
安倍総理大臣はアメリカのトランプ大統領と会談するため、トランプ大統領の別荘があるフロリダ州に向けて今日羽田空港を出発します。日本政府関係者によりますと、安倍総理は会談で二国間の貿易など通商問題を話し合う新たな対話の枠組みを提案する方向で調整に入りました。トランプ大統領の TPP 環太平洋経済連携協定への復帰検討指示を踏まえた対応で新たな枠組みを復帰への呼び水にしたい考えがあるとみられます。また今後の韓国と北朝鮮の南北首脳会談や米朝首脳会談を見据え、安倍総理はトランプ大統領と北朝鮮の核ミサイル開発放棄をめぐる対処方針についてもすり合わせる方向です。安倍総理はトランプ大統領の別荘に日本時間明日未明に到着し、2日間にわたって会談するほか、一緒にゴルフをすることも検討しています。どうしてもメディア的にはゴルフってところに飛びついちゃうんですけど、はっきり言ってね、ゴルフがあれば成功ですね。ゴルフがあれば成功、ゴルフないようだったらちょっとこれやべえって感じだと思いますね。どういうことですか。いや、これ6回目の首脳会談なんですよ、うん、トランプ政権でまだ昨年の1月に発足して、うん、まあ1年と3ヶ月ぐらいしか経ってないんですが、うん、この間に日米首脳会談って5回やってる。はい。それで、今度は6回目なんだけど、今までで一番難しい首脳会談になる。はい。で、ここで3回目のゴルフをやれるようであれば、またちょっとお互いの2人のいい感じって戻ってくるんで、それであればまあ、あんまりややこしい話にはならないでしょうと。だって、今週ね、平日ゴルフですよ。はい。だって、前回の2月10日11日に、フロリダで日米首脳会談やった時は、本当は首脳会談はワシントンでやって、週末フロリダに移ってきて、うん、マーアラゴっていう別荘でゴルフやったわけなんですけど、うん、今回、最初から平日なのにマーアラゴなんですよ。別荘で。別荘で、はい、安倍さんを待ってるわけ。はい。ゴルフやらない。って不自然じゃないですか。そもそもがね。そもそもが。うん、だから、本当はやりたいんでしょうね。うんうん、でも、ちょっとこう、感情のもつれが、トランプさんにあったりとかすると、やらない可能性もある。やっぱりね、険悪になる可能性十分ありますからね。これ日本はでも今、現時点では言うことを言わないとダメですよね。はい、いや、もちろんもちろん。前回の、昨年のその、2月にフロリダでやった時って、はい、そのゴルフでやった時どういう状況だったかっていうと、完全に2人になっちゃう。うん、はい、んですって。で、カートを、トランプ大統領が運転して、その隣に安倍さんが乗ってると、うん。で、外務省の通訳の人がそのカートの後ろ側にこう掴んで、うん、それ二人乗りのカートだから、うん、もうそれで、かろうじて二人きりになるのを避けたっていう、うん、そのくらいの感じになってるらしいんですよ。うんうん、ってことはね、二人で何話してるかっていうと、うん、結構、もう機微にわたる話をどうもしてるらしくて、うん、いや、それこそ、お前、平壌行ったことあるんだろうと、うん、どんな感じだったみたいな話を、うん、どうも二人で、あの時はやってたらしいんです。うんうんうん、だから、今度もですね、まあ、そういう同じような状況に持ち込めればですね、うん、本当の話、お前、中国のことどう思ってんだよっての話が多分できるはずなんですよね。うん、お互いがね、どう思ってんの。そう。で、ただ、それにならなかったらですね、ちょっとやっぱ話もうまくいってない、という、うん、まあ、そういう見立てができるんじゃないですかね。ただ抱えてる、吉田さんおっしゃる通り、抱えてる問題いっぱいあるし、まあトランプさんは好き放題にツイッターでボン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 いろんなこと言ってるんだけど、それにいちいち、あれはどういうこと、これはどういうことって聞いてたら、もうキリがないとは思うんですけど、そうそうそう、まず一番最初に日本が。そんなに喜べる話でもないんです、あれは。うん、っていうのは、もう今すでに、批准のプロセスに入っちゃってますんで、11カ国はもう、これ日本も含めて早くこれ国会で TPP11 の協定通さなきゃいけない、はい、で日本もこの国会中に通すと言ってるんですけども、うん、もう国会がもうわけわかんないことになってるんで、うん、大丈夫かなっていう今そんな感じなわけですね、うんうん、まあ、11カ国のうち6カ国で批准がされれば、うん、まあ発行するわけなんですが、どう考えても来年の春ぐらいだねって言われてる。で、この間にですね、アメリカが、おお、俺戻ってきたからな、よろしくって言われてもね、勘弁してよ。一からやり直そうぜってわけにはいかないですね。そうなんですね。しかもね、アメリカが入ってた時の条件よりも、うん、アメリカがうるさいこと言ってた案件全部20箇条外して、うん、TPP11 っていう新しいのを作ってて、うん、まあだから日本の国会通すのは楽なんです。うん、だって去年通した TPP の
協定より明らかに緩い内容になってるんで、うんうん、これ、時間さえ確保できれば絶対通るという内容なんですね、うん、でただアメリカが戻ってくるならまたうるさいこといろいろ言うわけ、うん、例えば、著作権を、の死後50年から70年にしろとか、はいはい、バイオ医薬品の、著作権の保護とか、うん、でそのオーストラリアとかカナダとかもうそれだけは勘弁してって言ってもうやめちゃったやつを復活させるって話になって、うんうん、でさらにトランプさんはさらに良くなれば、うん、戻ってやってもいいっていうことを言ってるわけなんですけど、はっきり言ってまず最初に一言お詫びから来いよ、いろいろねご迷惑をおかけしましたけども、だから要するにフロマンさんというアメリカの通商代表がいて、うん、日本アマリさんが窓口だったわけですね、カウンターパートナーで、うん、この二人でやり合ったっていうのはとにかくアメリカのゴリ押しに対して日本がどんだけ我慢できるか、うん、最後はなんかアマリさんがぶち切れたって話も通商会議ではあったという話なんですが、でもその中で舞台から勝手にアメリカは去っていったわけだから、12カ国で始まるはずが11カ国、うん、もうこれでいいよ、うん、うるせえ大親分はもう向こうに置いとこうっていうことで、まあ、なってるんですけど、うん、で今回、うん、この通商問題、うん、貿易問題に関しては、はい、安倍総理と一緒に同行されているのが経済産業省の審議官である、はい、柳瀬忠夫さん。柳瀬さんね、まあ、家中の人ですよね。まさに総理秘書官を務めていた時の首相案件云々という発言があったかないかと言われている家中の人が今今回、はい、まあ通商担当ということで大事なポストとして言ってるわけです。これが仕事ですからですね。たまたま今昨日貢献っていう雑誌、公の研究って書いて貢献っていうんですけどね、はい、その雑誌が昨日たまたま私の手元に届いてパッと見たら柳瀬さんのインタビューが載ってて、ま、これ4月8日発行で、公益産業研究調査会という、そうそうそう、うん、電力関係の企業とかそういうところがこういろいろお金を出しているところで公の研究、ただこの本を見てみますと最近の通商政策と今後の方向性という3月の6日に東京のホテルにおきまして行われたセミナー、まあ講演会ですよね、ほとんどね、これに柳瀬忠夫さんがまあ要するにスピーカーとしてもう出ているわけなんですが、うん、ちょっとこう拝見してなんか、ね、うん、出てこないかな、なんか出てこないちょっと出てこないかな、当然何も出てきません、これ盛りかけ関係は何も言ってません、何も言ってません、はい、その中でまあ今後の日本とアメリカ、うん、それから世界と日本のこの通商問題の課題とか、うん、自分ご自身なりの考え方っていうのをこう言ってるんですが、例えばそのアメリカの TPP へのスタンスっていうことで、うん、これは柳瀬さんどんなことをおっしゃってるかっていうと、うん、トランプ流の受け止め方があるんですよと、うんうんうん、トランプ大統領はアメリカが TPP に入ってほしいと思う国があるなら提案を持ってきたら考えてあげてもいいという言い方もしている。これはいかにもトランプ流で、なかなか日本人の感覚からは理解するのが難しいところがある。つまり、あなたは何を改善したいんですかと聞いたら、それはお前が考えて持ってこいよという発想なのではないかと思うという、まあね、まさにトランプさんを言い当ててみようという、まあジャイアンですね、一言で言うとね、ですよね、まあアメリカの元々の考え方としてはアメリカさえ抜ければこうあとは。4月17日火曜日です。 FM916AM1134 ラジコラジコプレミアムで今日もお仕事中の方、病気ご療養中の方、どうぞお付き合いください。文化放送国丸ジャパン気まみです。おはようございます、野村国丸です。おはようございます、鈴木純子です。火曜日のコメンテーターは総実総合研究所エコノミスト吉崎達彦さんです。はい、おはようございます、よろしくお願いします。いたします。ちょっと今お天気が下り坂で寒いなと思ったんですけど、今この時間で浜松町 13.5 度ぐらいです
ですね。日中も昨日より3度から5度くらい低くなって、3月下旬から4月上旬並みの陽気。春先の服装でコートなどもお召しになってください、ね。もうその通り、今日ちょっと厚めのコート着てきましたけどね、でもこの週末を楽しみにしておりますね。夏日どころがひょっとして真夏日になっちゃうんじゃないかっていうような話もあるぐらいですね。木曜日から天気回復して気温がぐんぐん上がってきます。金曜日は25度の夏日、土曜日27度、そして東京都心日曜日は29度で熊谷30度の予想になってます。どうします、着るもん。着るもん悩ましいですもう週末半袖ですね。半袖ですね、まあ、お休みの方は半袖 T シャツに短パンっていう、それが似合うのかもしれません、はい。さて、今日の10時台11時台極みシアターのお客様をご案内いたします。はい、NPO 法人日本子守歌協会理事長で、劇作家井上ひさしさんの元奥様、西舘よし子さんをお迎えします。ここに本が一冊あります。家族戦争という本で、西舘よし子さんが、お書きになった本、幻冬舎から発売されています。表紙に、うちよりひどい家はない、西舘よし子家族戦争という、元夫井上ひさしとの凄まじくも濃密な後悔だらけの人生、失敗から家族の本質が見えてくるということ で、 であの裏表紙見てみますと、娘さんが3人いて、近くのこうなんか散歩道ですね、こう畑かな、家族を撮っている井上ひさしさんの写真で、真ん中に西舘よし子さんがいる、まあ、本当に仲睦まじい家族だったんですが、その裏側にはとんでもないことが起こっていたという、ちなみに、井上ひさしさん、お亡くなりになりましても、その残された著作、それから戯曲、これはあの日本国内だけではなくて海外からも高く評価されている。まあ、あの旅立たれてからまだ日にちはそれほど月日は経ってませんが、もう今や文豪とも言われているんですが、その裏にあったある意味狂気に近いような暮らしぶりで、そこで西舘よし子さんが、まあ、奥様として支えていて、劇団小松座という劇団も立ち上げたんですが、お金のことは一切西舘さんがやっていて、その後いろんな誤解が生じて、家庭内暴力、ドメスティックバイオレンス DV が生まれたり、その DV も今だったらこれ完璧犯罪ですね、これおそらくね、にひどい DV もあったりとかしました。ただね、面白いんです、あのこの本の巻末、今日もネタバラしちゃいますが、あのそういうとんでもない日々があった中で、今井上久志さんが旅立たれて夢の中に昔の暮らしが出てきたりとかすることがあって、もし今生きてたら、あのこんなことを書かせてみたいなとか、いろんな思いがこう蘇ってくるっていう、わかんないです夫婦ってもんはねえ、後ほどあの子守歌の話を入り口にしないと、はい、あまりにもちょっと迫力ありすぎる話が多いので、子守歌協会の話から、今度はその、家族戦争の話、そして今のご心境をね、西舘よし子さんに伺います。あの当時離婚された当時は、週刊誌ワイドショーからものすごいバッシングがあって、悪女の典型のように言われていたんですが、その辺の話、ご自身はどう思っていたのかも伺います。で、今日のメールファックスのテーマ、我が家の家族戦争です。リスナーの皆さんからはメールファックス、こんなことがきっかけで大喧嘩になりましたですとか、うちにはこれを破ったら離婚という掟がありますなど、我が家の家族戦争というテーマでメールファックスを寄せください。まあ、あの一つの家族にはいろんな事情があって、夫と妻がいて、まあ、そこに、まあ、お子さんがいらっしゃれば、お子さんもいろんなことがあったりする、で家中がもうとんでもない状況になったりすることもあるかもしれませんが、私一番最初に味わった家族戦争っていうのは、私一人っ子ですね、で親父とおふくろの凄まじい夫婦喧嘩っていうのがあって、あのこの派手な夫婦喧嘩じゃなくて、暗くて重い夫婦喧嘩っていうのがあったんですね。当時親父が野村という名前で、南海ホークスの4番でキャッチャーの野村克也さんを信奉してたんですね、大ファンだと。当時 NHK も中継やってたんですが、それは東映戦だったかなんかでボロ負けした時に、なんかおふくろの機嫌が悪かったんでしょう。野村なんてひどいよね、打てないんだって、こってもう親父がブチ切れてで物を投げるとか一切しなくて、それから冷たい戦争ですよ。口聞かないんだもん、家の中暗いですよ、俺一人だし、一人っ子はそういう時に、一人っ子でずっと、それもね2週間ぐらい続いたんです。辛いですね。執念深いですね。執念深い、親父もおふくろも、
でどうやって雪解けしたか覚えてませんけど、あれは子供にとっては未だに思い出すぐらい辛かったですね。相談する兄弟がねいないですもんね、で最終的にはね、なんか親父がうなぎ食べて喉に骨が刺さったんですよ。それを女房であるお袋がいやいや病院に付き添って、それが雪解けのきっかけになったっていう、些細なことで始まって些細なことでこう雪解けするのかなとは思うんですけども、まあそういうようなこともあると思いますし、まあこれはあのね放送で、でもこのこと書いたら楽になるかもしれないわ、かもしれないな、ね、超匿名で結構です、絶対匿名結構でございますので、どうぞお寄せいただければと思います。些細なことでも結構です、家族戦争、お子さんのこととかね、シュートシュート目、小銃と小銃と目、いろいろだと思います、我が家の家族戦争、ファックスで送ってくださる方は03-5403-1151 5403-1151、メールは japan@joqr.net japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方には、国丸ジャパン極み番組特製ステッカーをお送りします。そしてファックスメールをいただいたすべての方の中からお一人の方には、塩釜おでん缶を2個セットにしてプレゼントします。今朝の鉄道の情報です。 JR 中央総武各駅停車は、秋葉原駅での安全確認の影響で三鷹方面行き列車に一部10分程度の遅れが出ています。また東急田園都市線は多摩プラザ駅での救護活動の影響で上り線で最大10分程度の遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。今週はスペシャルウィークです。国丸ジャパン極みでは豪華おいしいものを毎日プレゼント。今日火曜日はメロン王国茨城から完熟メロンをたっぷり使ったメロンバーム、メロンのバームクーヘンを番組宛てにファックスメールいただいた方の中から10名様にプレゼント。プレゼントご希望の方はファックスメールにメロンバーム希望とお書き添えください。詳しくは9時50分頃からお伝えします。国丸ジャパン極み、今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン、吉崎さん今日は、はい、この後行われます、日米首脳会談でどんな風になるのか、これを語ってみたいと思います。お願いします。そして10時台11時台の極みシアター、今回のスペシャルウィークはザ・グレイテスト・ウーマンということで、各界を代表する女性ゲストに連日登場していただきます。今日は西舘よしこさんにお話を伺います。そしてもちろん今回も実施します、極みシアターのコーナーで印象的だった話題やキーワードをクイズにして、正解すれば現金1万円をプレゼント。エントリーの方法など詳しくは11時の時報の後にお知らせします。そして11時過ぎからはリニューアルした太田秀明の外中継虎の穴、太田秀明アナウンサーならではの恥ずかしながらもすごい神業インタビューに挑戦、育成の現場に立ち会う2人の若手女子アナウンサーの度肝を抜いてくれます。神業を見せてくれるのか、低たらくに終わるのか、はい、太田秀明アナウンス部長の保険に関わる今日の外中継ですね、はい、ご期待ください。12時7分からの5つの極み、火曜日スポーツ情熱列島は野球解説者の西本隆さんをお迎えして、本当に大丈夫か今年の巨人というテーマで、大丈夫よ